料理教室とか、あとはね、座禅断食っていうね、断食を教えていただいたりしながらね、船越さんのおかげで今いろんな考え方の基礎が成り立ってるんだなって今つくづく思いますね。皆さんこんばんは。三浦クリニック院長の三浦直樹です。今日もね、今診察が終わりまして、今週の診察もたくさんね、全国各地から患者さんが来てくださいました。青森とかですね、熊本とかいろんなとこから来てくださったんですけど、今日はそういうお話じゃなくてね、私がおすすめするイベントのお話を、講演会のご紹介をねさせていただきたいと思います。私はですね、25年来お付き合いのある岡山で藁の家というね、自然食料理人をされている船越さんとお付き合いがありまして、今度ですね、船越さんの講演会が大阪の新大阪であります。直近では4月20日にもあるんですけど、新大阪の NSC 新御堂ビルっていうところで13時から15時まで講演が行われます。詳細はね、またコメント欄に貼り付けますので、よかったらご覧ください。船越さんとのご縁はですね、私がもともとマクロビオティックに興味があって、でマクロビオティックの大阪の有名な生殖協会さんっていうところでマクロビオティックを学びに行きまして、その時に船越さんのことを知って料理教室に行ったりねしてました。岡山で藁の家っていう百姓屋敷っていうのを運営されてるんですけども、そこにも何度も泊まりに行って、料理教室とか、あとはね、座禅断食っていうね、断食を教えていただいたりしながらね、船越さんの教えをすごくたくさん教えていただいて、船越さんのおかげで今いろんな考え方の基礎が成り立ってるんだなって今つくづく思いますね。船越さんはやっぱりすごい情熱の人なんで、講演にぜひ聞きに来ていただきたいんですけど、すごく熱量のこもった熱い講演をされますので、ぜひ今度ね、4月20日新大阪聞きに来ていただければいいかなと思います。私も船越さんのおかげで座禅断食の師匠野口法蔵先生をご紹介してくださったり、料理も当然習いました。重ね煮っていうね、船越さんが今広められてる料理法ですけどもね、これは野菜を切ってで陰陽、陰性陽性っていうね、東洋医学の考え方ですけどね、その順番に沿ってお鍋に並べて、これ船越さんのやり方は無水なんですね。他のやり方もあるんですけど、鍋底にお塩を引いて、陰性のものから下に並べて、陽性のものを上に引いて、また上からお塩を振って、で蓋をして、穴が開いてないような鍋が一番いいんですけどね、土鍋とかがあれば一番いいです。で弱火でしっかりコト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 煮ていって、鍋から出てくる匂いを嗅ぎながら、できたかな、できてないかなっていうのを確認しながら作っていくっていう調理法なんですけど、この調理法っていうのはね、本当に野菜本来の甘みが出ますので、調味料がいらないんですよね。基本的にね、だしの素とかそういうのは全然いらなくて、最後ねちょっと醤油とかお塩は使いますけども、ほとんど調味料なしで甘い本来の野菜の旨味が出るので、すごく美味しくいただけます。重ねに作るとですね、1週間ぐらいはタッパに詰めて冷蔵庫に保管すると保てますので、私は忙しい時なんかはね、これを作っておくといつ帰ってもこれが食べれるし、これはね、出汁が十分出てるので、内容は基本的にはしいたま人参って言って、しいたけ玉ねぎ人参っていうので層を作って煮ていくんですけど、これでやると椎茸からも玉ねぎからも人参からも出汁が出ますので、お味噌汁作る時なんかもですね、出汁取らなくていいんですね。お湯沸かしてこれ入れてお味噌溶けば終わりみたいな感じで、忙しい時にすごく重宝しますし、いろんな料理に混ぜてもすぐ使えますので、ちょっと まとめて作ってね、
冷蔵庫に保存して使ってるっていうような状態ですね。船越さんの講演会が4月20日新大阪であります。ネルシー御堂筋ビルっていうところですね。さらに6月1日にですね、なんとですね、桜庭大王と船越さんのコラボ講演会があります。これももうめちゃめちゃ楽しみで、もちろん私も参加します。ですのでね、ご興味があったらまたコメント欄に情報を載せますので、一度チェックしてみてください。ではね、今日のお話はこれで終わらせていただきます。またいろんなお話させていただきますので、チャンネル登録コメントよろしくお願いします。では今日もありがとうございました。